クライストチャーチモスク銃乱射事件とは、現地時間2019年3月15日13時40分に、ニュージーランドのクライストチャーチにある2つのモスクで、発生した銃乱射事件。イスラム教礼拝日である金曜午後に、ニュージーランド南東の都市クライストチャーチのアルノール、モスク及びリンウッドアベニューにあるモスクが連続して、襲撃され、51人が死亡。49人が負傷し、 病院で手当てを受けた。28歳のオーストラリア国籍のブレントン・タラントが同日に逮捕された。本事件は現代ニュージーランド司裁役の犯罪事件となった。犯人はまず13時40分からアルノールモスクを襲撃し、その模様を Facebook ライブで16分間配信しつつ41人を射殺した。後に警察は 付近の車から2個の爆弾を発見したが、爆発には至らず処理した。その後約5キロメートル離れたリグッドのモスクを襲撃した。ここでは7人が射殺された。タラントはさらなる襲撃を図っていたところを逮捕された。タラントは2016年、2017年にヨーロッパで起きたイスラム教徒によるテロリズムに執着するようになり、2年前から襲撃を計画し、 襲撃目標を3ヶ月前に選んでいた。2年前にヨーロッパを訪問した際に極右組織と接触したと疑われている。専門家はクライスト・チャーチが極右白人史上主義の恩賞になっていたと指摘する。逮捕されたブレントン・タラントはテロ攻撃直前に73ページにも及ぶ自身の考えを書き連ねたマニフェストを発表し、自身を社会主義者。 ナチストであるとし、政治的、社会的に最も思想価値の近い国は、共産党政権の中国だと書いた。タラントは、100万人のイスラム教徒を消滅させたとして、中国共産党政権の新疆ウイグル自治区における強制収容者を肯定した。この他に保守主義は、偽装された、協調性であり、支持しないとしている。カナダのメディアライフサイトニュースによれば、容疑者は、 発表文書の中で限りある地球環境の保護のために人口増加を制御する必要があると主張している。また、タラント容疑者は人種や民族、国籍で攻撃対象を考えておらず、ただ侵略者である移民除去を目的としていたという。このため、タラント容疑者は他の多数の媒体が伝える白人至上主義、曲などには当てはまらないのではないか。 同メディアは指摘する。タラントは、事件予告の録画が残され、その後襲撃の生配信が行われた、Facebook ページのアドレスとザグレートリプレイスメント、と題したマニフェストへのリンクを、襲撃の直前に、匿名画像掲示板の、ハチちゃんに投稿した。このマニフェストでは、彼がかつて共産主義者、無政府主義者、新自由主義者であったが、後に、人種主義者となり、 地球温暖化に関心を持つエコファシストになったと語る。ナチであることは否定しながらも、ネオナチのシンボルを数多く使用している。2011年のノルウェー連続テロ事件に啓発され、少数移民族及び文化的な自殺と戦うと語る。移民排除を何度も語り、ロマ、インド人、トルコ人、セム人らが自国を侵略していると言って、排除を訴え、インド、中国、 トルコからの侵略を警告する。特にイスラム教徒によるヨーロッパ人の殺害と奴隷化に対する復讐を語る。銃と弾倉はイスラム教徒と非イスラム教徒の戦いを語る白い文字の文章で飾られていた。事件によりニュージーランドの銃規制が見直されている。隣国で文化的にも類似のオーストラリアと比べても軍用のセミオート銃の入手が容易である点が、 問題とされている。ニュージーランドはアメリカと並んで銃規制が緩やかであり、個人所有の銃の96%が登録されておらず、銃器入手の容易さが犯行の動機となった可能性がある。ニュージーランド首相、ジャシンダ・アダーンは銃規制法を改正することを約束した。同年3月21日、半自動小銃とアサルトライフルの販売を即刻禁止し、 バンプストック及び大容量断層も禁止し、市場にすでに出回っているこれらの武器を政府が買い上げ、禁止法施行後は所有も禁じると発表した。2020年8月27日、ブレントン・タラント被告は仮釈放なしの終身刑の判決を受けた。仮釈放なしの終身刑という判決は、ニュージーランドでは初の事例である。被告は十一人の殺人。 40人の殺人未遂、一件のテロ行為の罪を認め、休憩に異論はないと述べていた。ありがとうございます。